牛乳少なすぎて暑くて飲めないから牛乳足すね。よし。よいしょ。おはよう。テレワーク中。あ、頑張ってお仕事。雨は朝だけ。あ、そうなんだ。夕方くらいには止んでるといいな。おはよう、おはよう。今寝起きで、寝起きでスキンケアしたところまで。おはよう。めっちゃ喉鳴るな。今日はちょっと朝食を食べつつ、昨日のお弁当の残りだけど朝食を食べつつ配信していこうと。いただきます。おはようみんな。おはよう。朝ですね。おはよう。遊びに来たよ。ありがとう。おはよう。初の生誕祭良かったね。え、とっても良かった。本当に楽しかった。おはよう。うん、昨日のお弁当温めた方が美味しい。なんか冷たいとなんかあんま味しないなと思ったけど、温めたら美味しい。やっぱご飯は温かいものに限るね。おはよう。お肌いところおはよう。今日の雨は一旦止んで夕方から降り出す。そうなの？困ったな。夕方雨降ってたらやだな。いやー、今日はダンスの練習頑張んなくっちゃ。筋肉痛だし首も痛いけど、明日のために頑張らなくちゃ。明日全力で楽しむために今日の練習がものを言います。明日の公演を全力で楽しめるかどうかは今日の練習量によるからね。ちょっと本当に頑張ろうと思います。何時に起きました？8時半。さっき昨日2時ぐらい寝たから6時間かな。おはよう。でも昨日は公演の後ショールーム下にしては早く寝れた。11時半に配信終わってお風呂入ったりして早めに寝れてよかった。今日のご飯は何？今日は昨日の夜のお弁当の残りを食べています。温めてお椀に盛っておはよう。おはよう。うまっ。
れてるのに夜配信ありがとう。いやいや、私がやりたくてやってるので、むしろ皆さんを朝も夜も付き合わせて申し訳ない。おはよう、おはよう。でも今日はね、ちょっと顔むくんでる気がする。昨日の公園疲れですな、きっと。みんなおはよう。朝から来てくれてありがとう。ちょっとまだ喉が起きてないんだけど。お仕事戻ります。あら、頑張って。元気もらいました、嬉しい。おはようございます。おはよう。さっき朝配信を、そう、朝配信にしないとさ、朝起きれねえんだ。そう、配信の力を借りて朝強制的に起床しています。予定がないとね、朝起きれないです。よく噛んで食べて偉い。え、そうさ、一口ついつい大きくしちゃうからさ、無言の時間が長くなっちゃう。見て、ギザギザしたノコギリみたいな人参、どうやって切ってんだろうこれ。型抜きがあるのかな。うん、今日は火曜日、頑張っていかなくちゃ。いやー、もう6月終わっちゃうな、早いな。おはよう、おはよう。なんか6月不思議、早かったような、短かったような、なんかどっちの気もする。なんか TGC とかえらい前のような感じがするけど、でもなんかもう6月終わるのかって感じ。しっかり1ヶ月生きたような気もする。分からん、今月の長かったのか短かったのかよく分からん。おはよう、おはよう。今日は冬瓜のスープを飲みました。わー、いいね、美味しそう。冬瓜でも今日夜ご飯スープにしようかな。最近めんどくさくてスープ作りサボってるから、たまにはちゃんと汁物まで作ろうかな。おはよう、おはよう。朝からありがとう。おはよう。スープだと野菜がたくさん取れていい。確かに。しかも生野菜だと体冷やしちゃうけど、スープで取るとね、それもなくて超いい。おはよう、おはよう。もうすぐオリンピック始まるね。オリンピックって何月ですか？7月？8月？あんま分かってない。おはよう、おはよう。毎年さよ。毎年ってか、4年おきに毎回、あんまりオリンピック見ないからあんまり分かんないんだよな。よく分かってない。
みんなおはよう。何食べてんのかな。昨日のお弁当の残りを朝食として食べています。長野五輪の時全然生まれてない。Good morning, how are you? Good. I'm good.海の日あたりは2連休にして、そのあたりじゃあ7月20日ぐらいってこと。今海の日ってなんか第3週何曜日みたいな感じだよね。何日って固定じゃなかったよね。確か変わっちゃってからよくわかんないんだよな。おはようおはよう。カレンダーはさ、これじゃないっけ。7月18、19ぐらいか。今週は17、19ぐらいかな。今月、今年そういうことですかね。もう7月か。夏だな。7月はもう夏だな。確実に体感として。今年は22、22か。1個後か。1個後の週か。今年の夏はどうなるかな。去年の夏はね、もうなかったようなもんだったからさ、何にもイベントとかもなくて、仕事もなくて、今年の夏はちょっと楽しい夏になったらいいなとは思いますけど。どうなるんでしょうか。エイトの日のレッスンがそのうちに始まる。そうっすね。楽しみだな。また8の日も楽しみだし、坊ちゃん劇場のねお仕事も多分始まってくるしね、夏から。かわいい、ありがとう。寝起きのすっぴんだけどね。
おはようございます。なんかさ、昨日はお弁当食べてるときさ、何の肉食べてるのかわからんって言ったけど、温めたら豚肉だってわかった。味がする、豚肉の。冷めてる肉は味がよくわからなかった。季節は夏が一番好きなの？いや、全然どっちかといったら冬の方が好きかも。スケンさん、おはよう。おはよう。暑いのそんな好きじゃない。元気よく朝ごはん食べるのがかわいい。ありがとう。なんかさ、冬はさ、どんなに寒くてもさ、めっちゃ厚着したりさ、防寒対策すればあったかいやん。でも夏ってさ、服を脱ごうが何しようが暑くない？それが苦手ですね。体温調節が難しい。汗かくし。うん。ごちそうさま。ごちそうさま。いい朝食だ。うまい。朝からだいぶ豪華な朝食でしたけど、お肉とお米とその他のお惣菜。でも昨日から圧倒的野菜不足なので、今日の夜は超野菜食べたいと思います。野菜メインで。朝はちゃんと食べる人ですか？早起きできたらね、今日みたいに8時台に起きてたら食べたりするけど、10時とかに起きたら朝抜いて昼にしちゃいます。今日は逆に昼ないかなって感じ。昼食べないと思う。おはようございます。おはよう。ご飯が食べ終わったのでのんびり配信になりました。私は食べることしか楽しみがないです。でも分かる。さえも食べてる時が一番幸せやから。そう、だから特に夜ご飯が好きだから、夜ご飯に命かけてる。おはよう。おはよう。お弁当は一食に半分ぐらい。いや、全然普段は完食してる。だってお腹空いちゃうもん。お米食べちゃうね。おはよう。みんなおはよう。ふう。でも寝たらだいぶなんか疲れが取れた気がする。若干足は重いような気はするけど。失礼。急にくしゃみが出た。早くすごいね。もっと寝ればいいのに。いや、なんか寝ちゃうと顔むくむし、疲れた日の次の日はちょっと早起きするぐらいがなんか私にはちょうどいい。寝すぎちゃうとなんか体重くなっちゃうから。なんかね、
でも私が一番活動的に動けるのはちょっと寝不足ぐらいなんですよ。ずっと毎日ちょっと寝不足ぐらいが多分一番動けるの。大幅に寝不足だともうなんか頭回らなくなっちゃうし、寝すぎちゃうとなんかぼーっとしちゃって疲れちゃうから、ちょっと寝不足ぐらいが一番動きやすいので6時間寝ました。今日は言うても6時間寝てるからね。普通の社会人の方もそういう方多いでしょ、6時間ぐらいみたいな方が。そう、主権さんおはよう。おはよう。そんな感じ。おはよう。今日はエイトの練習しなきゃな。おはよう。おはよう。頑張んなくっちゃ。今日どうにかして覚えなきゃ。全部レッスン場行く前になんとなく確認して、レッスン場に行って踊って体に覚えさせて、夜寝る前にもう一回確認して、明日の朝も確認して本番を迎えたい。でも脳内ではその計画だが全然できる気がしそんなうまくいくかな。私のやる気と元気。おはよう。おはよう。今日なんかお弁当持ってくの。今日は朝がっつり食べたからお昼食べないかなって感じだから、いいかな持ってかなくて。おはよう。おはよう。明日ってやばいよね。あの今のさやの覚えてる具合、明日とは思えないぐらい覚えてないんですよやばいね。やばいな。今日の頑張りが非常に重要になってきます。おはよう。一日あれば覚えられるよ、きっと。私ならそう信じて頑張る。でも明日のチームメイトの雫を乗り越えれば、あとは楽しいことがたくさん、動画編集もする時間取れるし、お出かけする予定もあるし、だから頑張るぞ。でも普通に楽しみではあるよね、雫久しぶりだし楽しみではある。頑張ります。みんなもだから私が頑張るので楽しみにしててください。私も楽しみ、早くみんなに見せたいから練習頑張ろう。なんか昨日の4がマジで本当に最高に楽しかったから、そう同じぐらい楽しみたいな8も。昨日の4なんであんな楽しかったんだろう。なんかいつも楽しいけど、いつもとはもう次元が違うくらい楽しかったんだよね、昨日。マジで超良かった、昨日の公演。不思議。理由はわからないけど。
まだ髪型決めてない。そんな前から決めないね、なかなか。やっぱ余裕があると楽しめるところまで気が回るね。余裕がないと上手にやらなきゃとか、あそこ絶対に間違えないようにしなきゃとか気になっちゃうけど、余裕があると楽しむってとこに全振りできるからいいのかもしれない。もしかしたら。1週間おきぐらいにね、公園出たいですね。もう体も忘れないうちに、体が公園を忘れないうちに。そう、わがままだけど。ちょっとお水につけてくるね、食べたお皿を。ちょっとこれは早くつけておかないと取れなくなっちゃうから。メイクしないといけないな。メイクしないといけないけど、どうしようかな。めんどくさいなってちょっと思ってる。ちょっと思ってるよね。おはよう。今日のお洋服のポイントは、今日は夏ですね。半袖だし。もうすぐ夏だよっていうことを表しています。今日は日焼け止め必須の格好。焼けたんだけど、なんか昨日公園で思わなかった、みんな。なんかさやちゃん黒いなって。焼けちゃった。日焼け止めも塗ってるし、日傘も差してるけど全然焼けちゃったな。おはよう。おはよう。焼けてた。気づいたら焼けてた。いい夏やだな、日焼けがやだな。おはよう。おはよう。今日は早起きができたからいいな。劇場の照明でも焼けそう。え、そう、なんか焼けるって話を聞いたことある。照明焼けみたいな。あ、ごめん、ちょっと消えちゃった。だからセリちゃんはなんかステージとかの時でも日焼け止め塗ってるって言った。でもそこまでさえはもう気を回せない。いやーって。でもなんか何百分の1とかだった気がする、太陽光より。失礼。なんか何万分の1焼けるみたいな。まあそれぐらいならいいかってちょっと思っちゃった。おはよう。おはよう。かわいい、ありがとう。いやー、今日ももちろん首は痛いです。鉄のマジで、なんで頭じゃないや、首痛くなるんだ。絶対痛くなる。頭振りすぎ。今日なんかすっぴんだけど顔のコンディションいい気がする。なんか二重が今日くっきりしてる。今日ちょっと良くない、顔のコンディション。これでメイクしたらどうなるかな。メイクしたらそうでもない時結構あるからな。おはよう。おはよう。けんさん、はいはいはい。おはよう。おはよう。初見です、ありがとう。
おはよう。昨日この元気いっぱいのメンバーが多くてすごい良かった。お、確かに昨日のメンバーはみんな元気いっぱいな気がする。いいですね。見てる方も楽しくなるよね、元気いっぱいだと。今日これ昼ぐらいまで寝てたら目めっちゃ腫れてたと思う。髪型をショートにするメンバー多いけど誰やろんか。なんかさ、今日髪切った夢見たわ。なんか短くしてた。あれなんでさ短くしたんだろう。まあいっかーって思ってたけど夢だったわ。そういえば今伸ばしてるけど、伸ばしてる方がさえは好きなんだけど、でも長いのも疲れちゃうんだよね。頭乾かすのも時間かかるし、ロングの維持って大変だ。ハッツとサリンがいい勝負してた。あ、本当？ハッツといい勝負してるほど私元気にできてたのは、それはすごい。それはすごいね。おはよう、おはよう。美容院行かないとな、そろそろ。本当にちょっと今日予約またもう一回チャレンジしてみよう。この前取れなかったから。サリンさんが見る夢はカラーと白黒どっちですか？フルカラーではない気がする。なんかちょっと淡い色ぐらい、記憶では。あの、なんて言うんだろう、昔のちょっと茶色っぽい絵があるじゃん、画面が茶色っぽいとカラーのちょうど間ぐらいのちょっとくすんだ色みたいな夢ですね、大体世界は。しずく公園楽しみねえ、楽しみ。頑張ります。おはよう、おはよう。みんな朝からありがとう、本当にこんなに見ていただいて。今日めっちゃくしゃみ出るんだけど。そろそろこの部屋掃除しろということなのかもしれない。おはよう。掃除しろと言われている気がする、くしゃみに。ピエン、忙しいとなかなか掃除まで手が回らんですな。今日するか。するか。メイクしようかな。おはよう、おはよう。メイクしようかな。どうしようかな。でも今しても今しなくてもどうせしなきゃいけないからな。どんなにめんどくさくてもやる気を出さないと。忙しい時部屋がどんどん散らかってしまう。でもね、私今物はね全然広げてないんだよ。あの、いただいてちょっとプレゼントを袋に入れたまま部屋にポンポンポンって置いてはいるけど、いや、なんか下にいっぱい物を散らかしたりとかしてない。ただ単に掃除してないから多分ちょっとホコリが溜まっている説。でも見えるとこにホコリないから今ちょっと綺麗かもしれん。ちょっと
割と。おはよう。この間くしゃみしたらバキって音がした。なんかくしゃみで普通に肋骨とか折れるらしいからみんな気をつけてね。衝撃、くしゃみの衝撃は結構でかいらしい。ちょっとやる気を出してメイクするか。もうここもファンの方の力を借りよう。今日の早起きはみんなのおかげで早起きできたけど、ショールームをするというおかげで起きれたけど、メイクもみんなの力を借りてみんなとお話しながらなら頑張れそうな気がする。頑張れ私、メイクをするんだ。おはよう。おはよう。ちょっとメイクポーチ持ってくる。よいしょーと。止まってね。はい、ただいま。頑張るぜメイク。みんな応援してけろ。今日違う企業の試験受けてきます。あら頑張って。就活生か。噂には聞いていますが大変だというので、体壊さないように頑張って、いい結果になることを私祈っているわ。おはよう。おはよう。企業も人を選ぶ時代だし、人も企業を選べる時代だから、いい会社に出会えますように。レッツゴーサイリン。ちょっと頑張る。今日もやる気を出さないと。今日こそやる気を出さないと。ちょっと待って。ドア開けっぱなしだとさ、鏡見えないんだけど。この後大学で授業がある。頑張って頑張って頑張って。あれかな、オンライン授業とかで午後から行けばいいみたいな感じなのかな。大変だよね、皆さん別々の大変があるよね。お仕事の方も学生の方も、みんなで乗り越えていきましょう。手鏡ないんだ。手鏡買おう買おうと思ってて、今日どっか寄ってこようかな。さすがに不便だね、手鏡がないのは。気づいていたけど、気づかないふりをしていたけどさ、気づいてた私は、手鏡がないと不便だっていうことに。おはよう。おはよう。転職をしたいと思い彼から言うね。それはだいぶ経ってるな。転職したいと思いながら4年働けるってことはすごいよ。わかんないけど、社会のことを知らないポンポンに何を言われてもって思うかもしれないけど、おはよう。おはよう。今日の夜ご飯何にしようかな。何があったっけ冷蔵庫に。みんな何がいいと思う？鶏肉と、鶏肉かな今あんの。鶏肉だけかも、もしかしたら。
今日お肉食べなくていい説はある。朝がっつり肉食べたから。どうしよう、悩ましいね。悩ましい。悩ましいね。今はテレワークでできる仕事を探してる。長野に住むこと。あ、いいじゃん。長野移住計画最高。長野いいとこだで。長野のなんかいい企業とかないんかな。就職転職か、いい出会いがありますよ。みんなが幸せな思い描く未来が過ごせるように祈ろう。幸せをつかみ取れますように。私もファンの皆さんもそのような願いです。みんなが幸せな世の中になったらいいよね。綺麗事だけれども実質にそう思うわ。老後は長野に住みたい。住んじゃいなよ。犬のお世話をするところを受けようと思って。え、素敵。動物を、いいね。ワンちゃん好きなの？好きなことを仕事にできるといいよね。頑張って。どういうお仕事なんだろう。しつけたりするのかな。では老後どこに住みたいかな。でも長野いいよね。長野に帰るって全然ありだと思う。ありだよね。さえもそう思う。なんかのんびり過ごせそう。うちのじいちゃんばあちゃんを見てると。老後は犬に囲まれて過ごしてる。そんなにワンちゃん好きなのね。素敵。いいね。確かになんか大きいお家借りてさ、借りるか買ってさ、ワンちゃんいっぱいお家にいてほしいよね。いいね。さえも柴犬飼いたい。柴犬が飼いたいでござる。柴犬が飼いたいでござるよ。さえの老後まだまだすぎる。いやいやいや、言うてもね、年齢そんな変わらんでしょ。そんな100歳の人から見たら私たちの年齢差なんてへでもないわ。はよはよ。なんかさ、新しくさパウダーってのを買ってみたんですよ。私普段パウダー使わない人間だったんだけど、でも買ってみたはいいけど使い方が分かんない。どうやって使うんだろうね。難しい。パウダーの使いどころが難しいよね。試験さん、おはよう。おはよう。しかもパウダーを振ることによってどんなあれがあるのかも動くか分かんない。何がいい。そんなにパウダーをはたくことによってどんなメリットがあるのかもよく分かってない。そう
まあお肌がサラサラになるのかな多分。なんかずっとパウダー欲しいなと思ってたの、なんかみんなしてるし、まだ汗でテカっちゃった顔とかをこれで抑えられるから欲しいなと思って、でなんかどういうのがいいんだろうと思ってたら、宝塚のさ、あの一番今好きな柚塚礼さんがこのチャコットっていうブランドのメーカーのやつを宣伝してたから、そう買ってみた。ものは試しい、ものは試しいと思って、そんな感じ。よし、お肌めっちゃ綺麗になった。そう、眉毛を描くぜ。眉毛今それ左右非対称だから、描いてどうにかして左右対称にしてあげなくちゃいけないんだ。非対称になっちゃった。なんかもともとさ、生え方がさ、眉毛なんか微妙でさ、左右対称にできないんだよね。映ってなかった。どうやったら映るかな。眉毛眉毛、眉毛むずい。柴犬は私も飼ったらすごく可愛い、賢いです、ぜひおすすめです。でもさ、犬飼いたいけどアレルギーあるからさ、アレルギーと戦いながら飼わないといけない動物を飼うというのはそういうことなんだ、私にとって。命がけ。目はかゆくなるし、腕とかもかゆくなるし、くしゃみは出るし、喉イガイガするし。なんだよアレルギーって、あんな可愛いのにアレルギー反応を起こすなよって思ってる。ちょっとこっち側が違うな。こんなもんだな。ハムスター飼ったことない、動物さえ飼ったことない、何にも飼ったことないじゃん今のところ。今まで動物アレルギー本当につらいね。普通に具合悪くなるし、え、なんか全身痒くなっちゃうんだよねさ。全身痒くなって、なんか喉がチクチクして、なんかくしゃみも止まらんくて、なんか目も痒いみたいな、なんかザアレルギーみたいな反応出ちゃう。おはよう、おはよう。私もクワガタしかない。いや、クワガタは特殊だろ虫って。まあでも小学生の時とかですかね。アレルギーは確かなの。うん、アレルギー検査したらペットって出たから、病院で言われたので多分確実だと思います。そんな疑われることある？本当にアレルギーなのっていやー、動物いいよね。でもなんか
動物飼ってる話聞くだけでニコニコしちゃう。いいなーって。幸せそう。みんなの家族。ハウスダストカビアレルギー。そう、さやもそう。さやもハウスダストアレルギーある。そうだから、ちょっとでも、ホコリっぽい部屋だと、もう、くしゃみが止まらなくなる。だから、ほんと掃除しないとやばい。自分のアレルギーのためにも掃除してあげないとやばいんだよ。あと、ホテルとかたまにさ、ホコリっぽいところとかだと、寝れん。寝れないってなっちゃう。なんか割となんか変なアレルギーさいっぱい持ってんだよね。あれなんだよ、ヒートテックとかでかぶれたことある。多分もう大丈夫だけど、昔ヒートテックでかぶれたことあって、それから怖くて一度もヒートテック着ないようにしてる。最近ちょっとずつ着たりしてるけど、ずっと何年も着てなかった。そう、ちょっとさ、なんか暗いんだけどさ、これつけるとさ明るすぎるんだよね。あ、でもいいか、これぐらいでいいか。さあ、お目目に入ろう。ベースメイクは完成したかな。まあ、チークとか塗ればいいけどね。塗るけど、まあ大変よな。みんな負けずに生きていこう。アレルギーある方、いやさ、卵アレルギーが治ってよかった。ちっちゃい子は卵アレルギーあったからさ、卵アレルギーが今もあったらめっちゃ物食べれなかったと思う。もう卵ってね、どんな食べ物にも基本的に使われてるから。しかもさ、卵大好きだからさ、食べれるようになってよかった。今日は何色のアイシャドウ？どうしよう、今日は何系がいいと思う？いつも通りピンクとオレンジのアイノコみたいな感じかなって感じ。おはよう、おはよう。でもさやは花粉はまだないんですよ。花粉がないからだいぶ強い。そう、花粉がないのは強い。メイク中ですか？まあテロップにも書いてある通りメイク中です。そうです、正解。これじゃない、これ。今日の夜ご飯何にしよう、全然思いつかないんだけど、何にしようかな。お肉を食べるか食べないかでもかなりメニューが変わってくるけど、どうしよう。あ、見て、めっちゃオレンジになった。見てみんな、この左右差、こっちだけ今塗りました。もうこの時点でさ、こっちの方が目大きく見えない？このオレンジをちょっと塗っただけなのに。おはよう、おはよう。メイクの力は偉大だ。
りたい自分になれて楽しい。めんどくさい時もあるけど、今日みたいに。あ、いいじゃない。もうこの時点ですっぴんより可愛い。ダイエット中だから晩ご飯サラダだけ。えらい、めっちゃ褒める。私が褒めるね。偉すぎる。体壊さないように。夜サラダだけってことは、昼とかは多分ちゃんとしたもの食べてると思うから。なんかタンパク質とって、タンパク質たくさん取ると空腹感あんま感じないから。頑張って、私も頑張るね。偉すぎる。普段ほぼ一食。でもタモリさんとかもなんか一日一食って言ってた。一日一食がいいっていう人もいるよね、体にいいみたいな。結構いるらしいよ、一日一食にしてる人。それは絶対食べないと生きていけないけど、一日3回しか食事できないのに食べることが幸せだから、できるだけ食べたい。食いしん坊が出てしまいます。太るのは簡単なのに痩せるのは難しい。いや、それな、なんでさ、すぐ太れるのにさ、すぐ痩せるのはむずいんだろうね。難しいよね、人間の体って不思議だ。でも私いっぱい歩くようになったら痩せるようになった。そう、運動は大事です、皆さん。運動は大事だということがよく分かりました、最近。あれ？あれ？アイシャドウが1個消えた。あれれ？昨日劇場に置いてきちゃったのかな？忘れちゃったかも。じゃあいっか、代用しよう。こんにちは、こんにちは。今日朝抜いてるか、お腹痛い。抜くとお腹すくよね、わかる。いやね、運動はマジした方がいいですよ、あの近い将来のために。なんか今はいいかもしれないけど、絶対後でツケが回ってくるから、絶対運動しといた方がいいですよ、できるうちに。こんにちは。まあ私もあんまり運動好きじゃないし、しないんであれですけど、絶対した方がいいだろうなと思ってます。適度な運動、あの任天堂のフィットボクシングとかリングフィットとか、なんかそういうのでもいいから絶対した方がいい。ジムとか行きたいけど踏み出せずにいる。え、わかる、ジム行きたいよね、でも踏み出せないんだよ、わかる。全く同じ気持ちです。こんにちは、こんにちは。ごめん、ちょっとあくびしちゃった。こんにちは、こんにちは。健康維持のためにウォーキングしてます。偉い、偉いね。私も
なんか休みの日にお買い物にお洋服を見に行ったりして、なんかお店の中をぐる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 回って少しでも運動しようと試みている。でも何にも目的がなく外を歩くのって辛いから、買い物という形で歩き回ってる。こんにちは、こんにちは。なんかそういうのジムとかなんかそういうのめっちゃ調べるけど結局なんか踏み出せない。なんかいやでも運動に自分のやる気さえ出せばさ、無料でもさ、ただでも体を動かせるわけじゃんってなるとなみたいな感じで踏み出せない。やっぱジムもねいい値段するから。でもジムに行ったら確実なんだろうなとは思ってる。そう、悩ましいところですね。こんにちは、こんにちは。しげさん、こんにちは。そう、でも人と一緒に走ったりしたらいいのかもね。一人だとやっぱり心が折れちゃう。でも一緒に走ってくれるような人はいないな。しげんさん、こんにちは、こんにちは。走ると足すぐに新スプリントが発症するから。走るのに向いてない足っていうのもある。そう、走るのに向いてないんだよね。すぐ痛めるから。走る以外でなんか効率的なダイエットしたいよね。ないんかな、なんかやっぱ水泳かな。水泳もでもめんどくさいよね。ダメだな、めんどくさがりが出てまう。よくない、よくないことは分かっているんだが、なかなか。そう、習慣づけるまでが一苦労。それはそう、それは本当にそう。でもなんだっけ、なんか人間って何日以上続いたらもうそれは習慣化してるみたいな、なんか一応あったんだよね。3週間だったっけな。でも3週間続けるってすごいよね。3週間続いたらそれは確かに習慣づいたと言えるわと。なんかそこの壁がめちゃあるらしい。逆にそれだけできたらもう残りもずっと続けられるかもみたいな。中学の時なんか塾の先生が言ってた。人間はなんか何日間続ければみたいな。だから何日間はとりあえず続けてみようみたいな言ってたけど、ちょっとどれぐらいだったか忘れちゃった。なんか運動しなくちゃな。こんにちは。
なーい。いや、3日じゃ習慣づかないらしい、全然。そんな4日目にやめるとか全然あるから、3日じゃ全然だけど、まあ3日続いただけでも偉いですけどね。3日も続けられないことがいっぱいですよ。8月の中の標高400ぐらいのところ出して、標高400ってそんな高くなくないって思っちゃったけど、それは長野県民の基準すぎるよね都会だったら本当に海の近くなんてね、海抜0メートルとかだからさ、ちょっとあれだった、長野県民の感覚すぎた。400はそんな高くなくないって思っちゃった。それはちょっと私がバグってた、失礼しました。しげさん、こんにちは。こんにちは。朝から可愛い、ありがとう。褒めてもらっちゃった。嬉しい。空気うまそう。長野県マジ空気おいしい。なんか深呼吸したときにマジでいいよね。違う、感じ方が違う、空気の排気ガスとかそういうのがない、田舎の空気うまい。でも標高400、あ、やばいやばい、標高400全然あれです、普通の基準だったら高いですよ。だってスカイツリーより上だよ。東京でスカイツリー見上げてみ、あれより上を走るんだよ。それはだいぶ上だよ。フォローしました。ありがとう。今の顔はこんな感じ。顔もなんかめっちゃ光ってる。服を写すと黒いから顔が光ってまうな。アイラインを引きます。聞けました。最近のアイライン事情、いや本当目尻しか引かない。あとね、なんか長めに引くとあんまり似合わないので、あんまり伸ばさないことが大事。最近は短めです。さて、あとは何あとは何かな。まつげ、まつげ、こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう、ありがとう。朝からもう朝ってか
でも昼に近づいてきましたね。10時過ぎたらお昼の感じがちょっとしてくるよね。午前中のおやつの時間だし、10時におやつって食べたことないけど農家さんのイメージ、10時にお茶してる。なんかさ、10時でいつも思い出すのが、あの職業体験って中学の時に大体、わかんない、他の学校は知らないけど接したんだけど、その時に農家さんに職業体験行った人が、そうマジでめっちゃお茶の時間多くて最高って言ってたのをよく思い出すちょっと喉が渇いたのでお茶持ってきていい？ずっと喋ってると喉渇いちゃう。で、さっき冷蔵庫に入れたけど割と冷えてるな。私は美容院で職業体験したよ。ちなみにね、ジュースは飲まない。え、マジさ、いろんな人にメンバーとかにも聞かれるけど、ジュース全然飲まん。ジュースマジで何ヶ月も飲んでない。なんかお菓子とかはさ、差し入れてもらったりするから買わなくてもちょこちょこ食べる機会あるけど、ジュースっても自分で買わないとさ、飲む機会ないからさ、そうなると買わんよね。カロリーも高いし、お砂糖もたくさん入ってるし、高いし。まあでも 100% の果物ジュースとか飲みたいなって思うけど、高いんだよね。だから諦めてる。って言うと、何飲んでるのって言われる普段何飲んでるのって。お茶かカフェオレです。ごめんなさい、黙ってしまいました。マスカラの時は黙ってしまう。チケンさん、こんにちは。こんなもんかな。劇場の販売機は使わない。劇場に販売機、私たちのとこにはないですよ。ファンの方のとこだけでしょ、販売機あるのは。多分こんな感じかな。さっきからだいぶ顔が変わりましたね、すっぴんから。で、待って、まだ完成してないわ。ちょっと会議に行ってきます。お、頑張ってね。今日も可愛い、ありがとう。みんなの褒めの言葉が私のパワーです。みんな優しいから、さやがどんな顔のコンディションでも褒めてくれるからな。でけた。
これでいいかな。ちょっとまだ唇塗ってないけど、お目目はこんな感じ。めっちゃいい感じ。今日やっぱ顔の調子がよろしい。今日顔の調子がいい。やっぱ寝不足が一番顔漏れんだよね。いいことなのか悪いことなのかちょっと微妙ですけど、寝不足が結局一番漏れちゃうからちょっと微妙な気持ちになるね。どうしたらいいんだという気持ちにはなりますね。できた。こんな感じ。今日はちょっと髪の毛まだね、クセっ毛のままですけど、私のクセっ毛すごいウェーブになってる。マジクセっ毛って感じじゃない？この髪の毛。かわいいさやちゃん、ありがとう。かわいいよ、ありがとう。今日のお顔、みんなに見せておくね。さあ、今日も一日頑張っていくぞ。まあこんなに頑張ってメイクしたけど、どうせマスクで崩れるんですけどね。残念なことに、もうそればっかりはしょうがないんですよね。ごめん、カメラ切っちゃった。まあ、そんな感じでです一応30分ぐらい、メイク時間30分ちょいぐらい。のんびりやったにしては早かった。今日の顔で明日も来たい公園の日って大事やんな。なんで今日こんな顔の調子んだ。今日顔の調子よくない？なんか目が開いてない？目がでかい。今日不思議。ほんま可愛い、ありがとう。昨日より完璧。いやそれな昨日より顔がいい。今日も可愛い、ありがとう。昨日はもう朝8時にメイクして、それで夜公演に出てるから顔が終わってたっていう説はある。その説は大いにあると思っています。でもしょうがないよね、ほんと仕事がそういう時間だと。いつも可愛いです、ありがとう。可愛い、ありがとう。でも昨日なんかオンデマンドを見たら、いや痩せてるかもと思った。痩せたなーって。ちょっと前までさ、横顔とかさ、なんか二重顎だったけど、二重顎じゃなくなっててびっくりした。わあ、体重 2キロぐらい落とすと顔って変わんねやって。惚れました、ありがとう。休憩中なのに戻りたくない。頑張って頑張って、お仕事大事よ。料理ができて可愛いなんて最高。本当？嬉しい。そんな料理がそこまでステータスになるとは思わなかったな。なんか最近料理すごい、メンバーにもファンの方にもたくさん褒めてもらえるからめちゃくちゃ嬉しい。光栄です。とてももっと磨いていきたいと思います。お料理の腕
このあゆみさんが欲しい。本当？こんな私でいいですか？こんな私でいいかしら。腕細い。え、そんなことないよ。そんなことない。腕といえばグリーンフラッシュのこの一番サビのここの写真がオンデマンドのツイッターの写真に上がっててさっきリツイートしました。私がセンターにおると思って、ダブルセンターでユイリさんと並んでいるなんてこれは奇跡だと思ってリツイートしました。みんなぜひオンデマンドもチェックお願いします。夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ。いい曲だよね、グリフラ。個人的に一番好きだったのは明日いいことあるかもしれない、もう少し強くなれたらってゆりさんと私がすぐ入るところがなんか好き。なんかサビからシュンって移動して歌うところがめっちゃいい、めっちゃ良かった。でもラップのとことかさ絶対むずいよね、二人で合わせるの。一人で歌うならまだしもさ二人で合わせるの難しいけどすごいなと思った昨日。まあでもグリーンフラッシュがファイト一曲に選ばれたのは結構納得ですね。好きな人が多そう。アンナ先生公演でね結構最近まで聞いてたからさ、みんなたくさん、だからなんか人気なのもうなずける。そもそも曲もシングルとしてもね結構隠れた名曲って言われてるし、めっちゃいい。なんか妥当っていうのもおかしいけど、そうそうそう、さすがだなって思った。イギリンさんも好き、ね、そうだよね、いいよね。 MV もなんかエモい感じでいいですよね。まあ確かに AKB の曲でラップがあるのはだいぶ斬新だよね。なかなかラップがある日本のアイドル曲ってあんまない気がする。あんまない気がするね、確かに。韓国とかはねラップ担当のメンバーとかおるけど、日本じゃ珍しいね。グリーンフラッシュ初めて披露した、私初めてやった。なんかいい曲だなってずっと思ったけどやる機会がずっとなくて初めてできた。嬉しい、めっちゃ嬉しい。こんにちは、こんにちは、しけんさんこんにちは、こんにちは、こんにちは皆さん。AKB の曲の幅広さが半端ない。それはそう、本当に曲数やっぱたくさんあるだけあって、本当にキュンキュンの可愛い曲からなんかめっちゃかっこいい曲から、グリーンフラッシュみたいにちょっとなんだろう、今時の言い方するとエモい曲みたいなとか、本当に振り幅がすごいよね。だから飽きない。公演とかもさ1公演でさいろんな曲が入ってるからさ全然飽きない。あと次の第7弾のファイト1曲の募集も昨日の夜から始まっておりますのでぜひ投稿してください。何にしよう次私。
何がいいんだろうな、悩ましいな、悩ましいよね。やっぱあんだけ曲数あると、いやこれも好き、あれも好き、うんこれも好きみたいなさ、いろんな思い出が蘇るじゃん、曲の名前を見るだけで。あの時これ覚えてるなみたいな。決められん決められんですね。ちょっと後でもう一回ゆっくり見て、なんかうんどれかなって考えてみようと思います。みんな何がいいかな、好きなのかな、気になります。でなんかハイと1曲で1曲増えるじゃん公演が。なんかそれすごい楽しいね。普段の公演プラス1曲がすごい新鮮に感じて、なんかすごいいいなと思う。いい企画だなってめっちゃ思うまあそんな感じでね、今日はそろそろ終わりにします。家を出る準備をしなくては。でメイクしたからゆっくり準備できます。みんな付き合ってくれてありがとう。じゃあランキング見ます。13位ナンさんありがとうございます。12位ヤーミさんありがとうございます。11位ピーコージーさんありがとうございます。10位マサトさんありがとうございます。9位スズヤさんありがとうございます。8位チョウさんありがとうございます。7位村吉さんありがとうございます。6位トスさんとおだしさんありがとうございます。5位コシヒカリさんありがとうございます。すごいおだしとコシヒカリが並んでるとちょっと美味しそうですね4位ピアノマンさんありがとうございます。3位バイコゾウさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。7位は元気さんありがとうございます。ありがとうございました。パチ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 。で皆さん今日もお付き合いいただきありがとうございました。また今日夜のんびり配信してると思うので、お時間が合えばぜひ見に来てください。ではまたね、バイバーイ。